中日、阪神、17日、バンテリンドーム、阪神にとっては思いもよらぬ、敵から塩だった。試合前、愛知東邦大の吹奏楽団と東邦高校マーチングバンド部による東邦マーチニングバンドがパフォーマンスを披露した。センターから、栄冠は君に輝くを奏でながら歩き出し、まず向かった先はなんと三塁側の阪神ベンチの目の前だった。 全員がベンチ内を向いて臨場感たっぷりに、六甲おろしを演奏。さらには佐藤輝明内野手、25、の応援歌を演奏すると、場内から驚きの声。カットバセーテール、の掛け声もあった。続いて大山祐介内野手、29、の応援歌、個人チャンステーマを披露し、流れるように阪神のチャンステーマに移った。イントロが流れると阪神ファンのテンションも上がり、 スタンドからの手拍子が大きくなった。お手柔らかに、カットバス半身、とアレンジされた掛け声には笑いも起きた。ベンチ内で待機していた一部選手やコーチも、楽しそうに聞き入り、拍手で感謝の意を示した。マーチングバンドはその後、一塁側の中日ベンチ前に移動。同じように選手の応援歌などを演奏した。